これはシンクロニシティのチャンネルですをお楽しみの皆さん、こんにちは。シンクロニシティの吉岡です。なんかダムチャンネルをご覧の皆さんみたいにずっとやってくるんですか、その毎回飽きるまで。飽きるまで。わかりました。じゃあ始まりましたけど、はい。前回はなんか自己紹介、いや、結構密な自己紹介で全然密じゃないです、全然密じゃない自己紹す。はい。介でしたけど、まあ、これからは YouTube やっていくに向けて、NG 企画リストっていう後ろ向きな、いや、そうです。やりたいことをなんか企画会議みたいに書いていくのかなと思ったんですけど、 NG 企画会議を、やっちゃいけない、やりたくないことを書いていくってことですそうか。です。じゃあ今回 NG なことを書いてって、それじゃない企画を今後やっていこうってことです。例えば、この企画会議があったときに参考になるじゃないですか。なんか私なるがほ嫌ど。だって思ってるのを提案してきたりとか、そういうのがなくなる。これ別に回さずにやり合いにしちゃう。それで一回使うってことなんですね。はい。また大事ではあります、確かに。じ揉ゃあめまたくなず、い、確かに。西野さんの NG 企画ありますか？ああ、僕から言ってくるんあですと、か。ホワイトボードの配分がなんか、はい。私の方がめっちゃ書けてるんですけど。いや、そう、あなたがやったんです。あなたが書いたから、これ。確かに、吉岡さんの方が NG 多いですから、多分。僕ですか。なんだろうな。あれですね。作業用で漫才あげてるコンビの人いないですか。はい。あ、1時間とか。そうそうそう。なんか作業用の時に流せる、もう1時間分、こう、漫才をあげた動画みたいな。あれやると、僕ら全ネタ尽きるんで、あれちょっと一体やりたくないなっていうのは。そうですね。これいいですか、一体作業 NG。用、はい。はい。みたいなやつ。あ、いや、僕、ネタ書いてる側だから、ちょっと当分できないなと思って。60分ってことはネタを何本やればいいんですか？僕ら1本だいたい3分なんで20本。それを YouTube で流しちゃう。YouTube でこれ、 YouTube で60分流すと、もう終わりで終わす。りま商す売上ね。がったりなんで、成商長す売、るまで商売にならん。商売にならない、これは。みたいなことでいいんですか、これ。あ、合って大ます、丈夫合っでてます。す、はい。僕の。吉岡さんの NG 聞かせてもらっていいですか、ちょっ NG と僕は。がイメージ湧いてないんで、なんか。正直そんなないんですよ、僕 NG は。私は虫が嫌いなので、虫系の企画嫌ですね。虫系。もう虫が出てきたらダメってことです か。もうなんか図鑑に虫が載ってるのですら、うわーってなっちゃうの。わかります。僕めっちゃ苦手です、虫。ジャポニカ学習帳とかの。一時期ありましたよね、表紙に。ジャポニカ学習帳。その昆虫をちょっと食べたりとか、あと山でトンボとか探しに行ったりとか、ちょっと嫌かなっあなて。た初回なんか高尾山登りたいとか、言ってませんでしたっけ？そんなこと言いましたっけ？どっかなんか山登りたいみたいなこと言ってなかったし。いや、覚えてないんですけど。じゃあよかったです、聞いといて。だってあなたが言った山登る、高山トレーニングするとか言ってたんですよ、この人が。漫才のために酸素の薄いところに山登って、それで漫才やって練習するみたいな。もう虫出ちゃダメなんですもんね。虫ダメですダよ。メです。じゃあ絶対無理じゃないです他ありますか？か。僕そんなないですけどね。あれお化け屋敷とか苦手なんで。お化け。私は心霊スポット巡りをやりたいですね。NG だっつって、だから、それはじゃあ、吉岡さんがやるって言うなら相談ですそうです、そうね。です。はい。吉岡あさんはありと、ます、なんか。屋台の闇を暴く系。屋台の闇が NG なんですか。闇を暴く。暴きたくないってことですか。暴かなくていいでしょって。いや、しない。いいっす、別に NG しなくても、あと、これと、まあ、関連して、路上喫煙を注意するやつ。別に。あるけど、YouTube で。どういうことですか？ちょっとややこしいですよね。路上喫煙が NG なわけじゃなくて、喫煙を注意する。を注意するのが NG。はい。なんかありますよね、その注意する系のあ、そう YouTuber そうの人、そうそそう。のなんか街で悪いことしてる人をそう。ダメですよみたいなこと言って。闇を暴く系と注意するって、こう人に関わるやつ。人に関わるやつ。人が NG やつ、じゃあ。人が NG、虫と人人がと虫 NG。が NG かも。人と虫が NG。で、僕はお化け NG だから。全部ダメじゃないですか。YouTube やんない方がいいじゃん。だって漫才も NG だし。あとあれですね、お笑い関係で、はい。大喜利は好きなんですけど、大喜利、はいはいはい。大喜利54時間生配信。いや、意味わかんもう54時間ぶっ通しで大喜利の回答し続けるっていうのは NG。NG ですね。わざわざ別に、わざわざ NG しなくていいか、別に。絶対にやらないです、この54時間も。24時間だったらわかんですけど、48時間もわかんですけど、なんですこの2日と6時間。何の時間なんですか、54時間って。ああとるんですか、は、他にも。タバコの銘柄当てクイズ。いや、NG って。
あんま見たことあるからさ。なんで NG なんですか。体を張りすぎてる。いや吸わないですもんね普段タバコ。そうですね。普段吸わない人が銘柄当てられるわけないじゃん。吸ったりとかクリューで。知らねえんだから。吸ってみようでも嫌ですってことですよね。タバコ吸ってみよう。吸ってない、吸ったことないけども NG ってことですね。それ NG でいいです。タバコ NG でいいです。タバコ NG って。これテストで点取れないやつですから、そのアンダーライン引く場所がおかしい。タバコと54時間とこの人に関わるやつと虫系。違う、ポイントはこことここだから。路上喫煙と大喜利とタバコだから。銘柄と54時間にアンダーライン引いてあるけど、どうでもいいから。まだまだって。ああ、ありますまだ。もういいですよ、僕の枠使っても。使います。あ、使いますね。じゃあここら辺にして。僕の NG もこれなくなったじゃん。いいですよ、じゃあこう、はい。あの、よく旅系の YouTube とかあると思うんですけど。旅系、はいはいはい。あの、南半球ダーツの旅。どういうことですか。いいですよ、NG にしなくて。何ですか、南半球ダーツの旅って。でも地球儀に。はい、地球儀をの下だけってことですか。こうポンとやって、はい、そこに行くっていうやつなんですけど、はい、やつなんですけどじゃないですよ、NG なんですよね。それの南半球版。はい、はい、NG だっつ。NG ですね。南半球 NG って何ですか。南半球版。行かない。ほとんど海ばっかりですし。そうですよね。こうやってダーツやったらほぼ海に当たりますから、南半球。私たちお笑い芸人なんで、はい、ライブとか出るんですけど、結構、路上ライブ。路上多いな、なんか。路上ライブ NG ですね。いや、それはないですか。それは行政側の話してます、今。その路上ライブここしちゃいけませんよって言ってるのか、その、あなたが路上ライブしたくない。ちょっと一回黙ってます。新宿の、あの、ニューマンとかの、はい、あそこで、はい、え、南口の方でしたっけ。南口。はいはいはい。あそこら辺で結構皆さん路上ライブやられてるじゃないですか。はいはい、やってます。あそこの中に私たちも路上ライブやる、はい、のは NG。NG です。いや、別に全然。いや、いいっすよ、やんない。やらないです、はい。別に提案しないから今のところ全部。提案しそうだし、なんか路上ライブとかそのうち。そうっすか。今のうちに危険因子は削除しておこうと思って。はい、あ、なるほどなるほど。プレゼント企画ですかね、あと。なんでプレゼントしたくないんですか、人に。今まではなんかやんねえよって感じだったんですけど、プレゼント企画だったら分かんないじゃないですか。やるかもしれないじゃないですか。例えば何プレゼントしたいとかあるんですか。なんだろう、あれとか嬉しいんじゃないですか、あのプレステとか。あ、スイッチとかね。スイッチとか、そういうのじゃないですか、プレゼント。そんなお金ないです、お金がない。いや、理由お金がないから。はいはい、そうですね、確かに。なんかだいぶなんかここのリアタニアビアバクとか、はい、プレゼント企画ってちょっと古いですね。古いですか。だって僕でもちょっとピンときますもん。相当疎い僕でもピンとくるってことは古いってことです。ちょっと古いかも。この中でやりたいのとかあったりしちゃいます。いや、ないっすよ別に。だって発想になかったから。あ、南半球ダーツの旅やりたかったのなってなんないし。でも実はこの路上喫煙の注意とかやりたいんじゃないですか。やりたくないっす。あれよくやろうと思いますよね、すごいな、あれ。でもこんな私結構やっぱ NG 多いから。いやいや、違うって。やれる企画が限られてきちゃいますね。限られてないっす。大喜利はいいんですか。大喜利自体は、まあ、54時間じゃなければ。じゃあ NG にかかなくていいっすよ、別に。だって別に僕だって60分、そっか、僕だってそう60分じゃなきゃいいし。じゃあ時間がネックってことは、はい、逆にこれ30分だったらいいってことですか。まあ30分だったらいいかな。僕たまたま見たんですよ、なんか他の人の60分、うん、で他の人の芸人さんのでめっちゃいいなって思ったんですけど、ちょ、自分らはこれしんどいなって思ったってこと。でも30分の作業用 BGM って聞かないですよ。確かに。じゃああれですか、頑張れや NG にすんなやってことですか、吉岡さん的に。頑張ってほしいです。頑張りますよ。じゃあ消しますね。じゃあ、はい、消してください。お化けもいいっす。お化けは心霊系です。今おいくつですか。これ29が NG。 お化けって行かれてないですか。ダメですか、 NG しちゃ。心霊系なくなっちゃったじゃねえか。なくなっちゃったじゃないですか。じゃあ西野さん、シンクロ西野は NG ないです。なんでだ。吉岡はむっちゃ NG あるってこと。むっちゃ NG ありますね。じゃあ僕も1個消しにかかっていいですか、じゃあこの中から、はい。虫どうにか頑張れないですか。無理です。何歳ですか、だって。いや、もう虫行けって言うんだったらもう解散します。くだらねえ解散理由。今解散ラッシュとかじゃないですか、はい、ね、お笑い詳しい方だったら分かるかもしれない。いっぱい結構有名な人解散してるんですよ。一番くだらない理由ですよ。 YouTube で虫の企画やりたいから解散するって。
ノートにめっちゃ解散理由書いてそのタイプの解散しないし、虫で揉めて解散した人ノートにグダグダ書かないし。え、じゃあ屋台の闇だって、闇を暴きましょうよ僕らが。意味わかんなくなっちゃう。そんな別に弁が立つわけでもないので。確かに無口のやつが屋台行って屋台行って闇を暴こうとする。え、じゃあ路上喫煙だって悪いことだから我々が減らしましょうよ。説得力ないです。なんで説得力ないんですか。こんな変なのが来て。いやいやダメですか。ダメです。やんなくてよくないですか。別に私たちがやることじゃないじゃないですか。屋台の闇暴いたり路上喫煙中。そうだけど、そうですけど、じゃあ大喜利だって大喜利頑張りましょうよ。54時間、54時間だって2日と26時間、2日と6時間でしょ。あなたが出したんですよ54時間。なんか消せないか。なんで消そうとするんですか。じゃあなんか消された腹いせに消したかったんですけど、1個プレゼント企画やりましょう。嫌ですか。お金稼いだらやりましょうよ、もっと。じゃあお金稼いだら Windows の、はい、Windows ってパソコンを2000台プレゼントして。いや無理無理。プレゼント企画はこれ、じゃあお金がいっぱい稼げるようになるまでは NG ですね。でも稼げるようになったら Windows のパソコンを2000台。もう Windows のとか言ってる時点でパソコン知らないのか。分かんない。もう Windows のとか言ってますけど。分かりました。じゃあこれだけちょっと格好ってことですね。今はやんないってことですね。やんないです。そりゃそうですよ、だって収益化もしてないんだから。で収益化もしてないやつがプレゼント企画やんだって。自分だったら、おいおい、ね、消せそうなのって言ったら、はい、路上ライブだなと思ったんですけど。あ、確かにこれなんてなんかやりそうじゃないですか。なんかお笑い力を鍛えるために道端の人を笑わせてみようみたいな。どこでやりたいですか。え、でもなんか公園じゃないですか。井の頭公園とか、あの紙芝居屋さんみたいなやつですか、昔の。ありますありますよね、昔は。いつの時代の方ですか。ありました。僕らの時代でもないですよ、紙芝居屋さん公園に。私は中華街でやりたいですね。ごった返してる。やりたいですねって言ってるじゃないですか。 NG だけどやるなら中華街。はい、中華街のどの辺ですか。甘栗とか売ってる。迷惑。笑わないです、あの甘栗のところで路上ライブなんかやっても。じゃあ逆にこれ以外は NG はないってことですか、吉岡さん。まあないですね。え、マジっすか。だってバンジーとか書いてないっすって。嫌ですよ、バンジージャンプ。書けって。じゃあ書けってよくあるじゃないですか、その高いところ NG とか。バンジージャンプ NG ですね。そうですよね。スカイダイビングはちょっと。あ、嫌です。書けって。だからそれを、そういうのを書く時間だったんですよ多分。はい、そうとか。とかなんだろう、寝ない企画とかないですか。あ、54時間寝ないみたいな。また54時間寝て。 NG ですよね、そういうの多分。体張る系は NG ですね。じゃあ書けってそれを。そのなんかご機嫌に南半球のやつのためと書いてないで。はいはい。あとあれかな、あの、はい、難しい許可が必要系な企画。はい、それ建物をそうやってパッと走ったりとか。いやいや、ね、無理かな。え、どういうことですか。建物の爆破が NG だっつって。NG です。あなたが出す NG じゃないですよ。その建物の許可いるというか、はい、出るわけなくないですかって。建物の人に言うんですもんね。そうです。爆破していいですか。建物と、多分建物だけじゃない気がします。ああ、建物の周りもね。はい。それはちょっとそこまでエネルギー使うやつですかね。エネルギー使うやつ。エネルギーが NG。あと何ですか NG。え、僕はあれですね。大食い。大食い NG です。あの、食べらんないから。あ、大食い、早食いとかですかね。早食い。私、これは NG かな。ちょっとスキッパーが見たいじゃないですか。でこれやめちまえよ、こんなやつら。ごめん、最終的にこういうことですか。最終的に体張るやつ、はい、と、はい、人と虫に関わるやつ、はい、以外だったらできます。はい、結構できなくなりましたけど。NG ばっかりですね。まあ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 、あるでしょ、できること。まあ、これからは自分たちでできることを探していって、はい、うん、いい YouTube にできたらいいですね。そうですね、それをやればよかったと思います。僕は自分たちができるいいものをこうやって書き出していったら、すごいいい YouTube に今後なったんじゃないかなって。でも多分私が出してるのってやっぱこういうのじゃないですか。なんか状況を知ってるじゃないですか。やっぱ自分で言わないですよ、状況を知ってる。だから多分これやりたいって企画を YouTube で打ってしまったら、はい、私はあのふわふわしたのしか言えないですよ。うん、はいはいはい。なんか日本
測量の旅とか伊能忠敬じゃないですか。なんで今更伊能忠敬と同じことやろうとして。改訂版みたいな。改訂するんですか日本地図を。そういうコスパ割りって。そういう実現できないのばっかりあげちゃうから。はい、わ、はい、かりました。じゃあとりあえず NG を出したってことですね。はい、じゃあまあ皆さんこうやって NG 僕ら出したんですけど、まあ、ゆっくり実況とかですかね。なんで NG なんですか。なんか実況とかは苦手なんで、はい、喋んないですもんね、はい、だからエネルギー使うってことですよね。そうですね、はい、分かりました、はい、だから多分これを除いた企画がきっと上がるんじゃないかと思うんで、はい、お楽しみいただければっていうのと、はい、まあ我々も人間なんで NG がなくなってやっぱやりたいよとかなるかも。え、嘘でしょ。いや、全く。やっぱ屋台の闇暴きたい。いや、ならないけど。まあ、こんなのが NG で企画考えてんだなって思ってくれるか分かんないですけど、はい、はい、そう思っていただければというところで、ということで、我々の YouTube NG リストでした。ありがとうございました。ありがとうございます。